はい、こんにちは、僕です。ザ・サード・バースで続きをやっていきましょう。ちょっとね、前回からだいぶ日が空いてしまったんだけれども、大丈夫かな？結構ね、操作方法忘れてしまってないか不安。藍色の、強作戦。連合軍はノース・シャローズ・タワーに潜伏した、カエル・マディガンを最終攻撃目標と定め、残存兵力を結集し、進軍を開始。タワー爆破のために、爆弾設置及び、敵との攻防戦を展開する。いや、結構前回ね、急展開でしたよね。今までとはね、全く違う世界になってる。いや、全く違う世界になってるっていうよりも、前回のミッションから帰ってきて、だいぶ日が経ってますよね。1年ぐらい経過してるんですよね。今はだって2014年。あ、1年ぐらいは経ってないのか。今までのプレゼントデーは2013年のクリスマスだったので、だいたい2ヶ月ぐらい経過しているっていう感じですかね。やっていきましょう。ノースシャロータワー？なんだろう、それ。タイムリミットまで90分。想像以上の激戦ですね。大丈夫なのか？あれ、待って。ワーム？巨大です。でかいな。戦車がいる。大型ワームスポーンを排除し、待って、早い。ベストポジションから攻撃してください。攻撃。どれを壊せばいいんだ。待って、こいつ撃ってきてる。危ない。お前邪魔だな。死ねや。戦車だよ、戦車。戦車撃ってますね、今。なかなか強いんだけど、このバベルじゃないや、なんだっけ。なんて言うんだっけ、このクリーチャーの名前。やばい、こっちが標的になってる。逃げる。やべ、マジか。逃げずに撃ってくわ。隠れてるやつは別の戦車から狙えますよ。隠れてるやつなんている？隠さずです。なんか前田が小賢しいな。あ、これいいですね、簡単でいいな。僕聞いてんのか。あ、口の中を狙うんだな。そういうことだろう。分かったぞ。これ多分外角はね、あまりダメージがない。口の中を狙う必要がある。ただ口を開いてくんないぞ。当たんねえんだけど。あ、口の中にぶち込め。口の中にぶち込むんじゃん。こっちからかな。まだいるの？他にもいるのか。他にもいる？あ、いるじゃねえか、ここによ。お前何してんだよ、こいつよ。死ねえや。あっちにもいるのか。当たってるな。オッケー。え、待って、リスポーンしてきてるぞ、あいつ。こいつらリスポーンしてくれる。これ倒してもキリがないんじゃないか。もうでかいやつもやる必要があるんじゃないか。ダメだ。さっさとこいつを片付けよう。いけるだろう。よいよいよい。外した。もうちょいだよ。緑ゲージまで来た。ラスト1ゲージ。当たんねえ。よし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 。これ意外と簡単だわ。倒した。あとはその辺の、こいつな。あ、消えた。消えたよ。巨大ツイステッドだ。ツイステッドね。思い出した。アヤさん、チャンスです。何のチャンス？カエル・マディガンがここに潜伏する理由は不明です。本当にいるのかな、カエル。周辺一帯のバベルは地下で繋がっています。巨大バベルにエネルギーが集まっている可能性があります。この人たち何？なかなか興味深い。おいや、不気味ですね。何なんだ。紛れが悪いの。俺、戦車から降りられないんだけど、どうしたらいいの？どうしたらいいんだ。その辺にね、人がいっぱい出てきたけど、なんだ。安定した。潜入していく感じか。武器、違う。武器の切り替え、こうか。違う。これか。これが手持ちの武器か。カエル・マディガンの居場所も見つけやすくなります。どこに行けばいいの？なんかいい感じの人いないかな。いい感じの人。
RK47。 どっちの方が強いのかな。アサルトライフル。燃料漏れ発生。ん、どこに行けばいいんだ。これ何、これ直撃されました。今何したの。いいって。これ開けらんないの。いや、ここにいるメンバーしかね。待って、これなんかあるな、ね、よ。これなんだ。これ何、これ何ですか。全然すんなって言われてもさ、あ、なんか待ってる。すべての敵、何急にか、急に始まったな。これね、ショットガンの方がいい。早い。ショットガン強いな。とてもショットガン強い。で、どこが通れるようになった。大丈夫かな。 3DI しないようにしたいんだけど。 C4 爆弾はタワー内部の柱に設置していきます。すべて設置したらドカンと爆破する計画のようですが、うん、柱に C4 を設置せよ。これだよね、これが C4 だよね。なんで、でかくない。ワームタイプです。ワームタイプ、マジかよ。さっきのやつ、ポイッと。何これ何これ何これ、クロスファイヤー効いてねえぞ。全然効いてないんだ。やっべ、半分ね。ちょっとこれ久しぶりにやるにしてはね、ちょっと難易度が高い。あー、一人死んでしまったよ。初めて人が死ぬところも見てしまった。とりあえず C4 仕掛ければいいんじゃない。とりあえず仕掛けるわ。あれ、どうしたらいいかな。あれ、何してるんだ。え、ファイヤー。ちょっと、わかった。間違えちゃった。ちっちゃい、やめてくれ。ね、どっちがいいかな。え、硬えな、こいつ。クロスファイヤー狙っていくしかないんだ。やっぱ口がね、開いてないから効かないんだよね。ダメージ入ってる気がしないんだけど。倒す必要あるのか。倒す必要あるんですかね。他の場所に行ける。いや、行けないな。そこにアイテムがあるの拾っとこうかな。なんか赤くなってる、なんで。グレネード、効いている、効いているぞ。グレネードしか効かなくね。ハンドグレネードゲット。よし、投げるわ。近いな、お前。OK。もうちょい。いや、硬えな、こいつ、マジで。ほいっと。近い。もうどんどんグレネード、あ、グレネードね、グレネード切れたわ。他にないの、もっとグレネード。これ違うのか、これアイテムじゃねえのか。かわいそうに。ショットガン使ってこん。こっちの方がまだダメージあるね。硬えな、こいつ、マジで。もうちょいだぜ。口を見せろ、口の中を見せろ。オッケー、直しました。上にあるのはさ、あれじゃないの、オーブじゃないの。いや、また来んの。何、今度は何。追加入りました、追加入りましたよ。ワンの殲滅や。どこかに砲台、砲台なんてどこにある。火力不足だよな、どう考えても。あやさん、壊れた戦車が見えますか。見えません。どこ、中の砲手は生きてます。どこよ、中の砲手は。あ、これか。さあ、逆襲です。大砲で。どこにいる。味方の巻き添えは避けたいところです。避けたいところですと言われてもな。避難させられるといいのですが。避難させる、あ、なるほどね。
避難させん、あ、行って、食われた、食われちゃった、あの人食われちゃったよ。ダメだ、危ねえ、残念でした。どこにいる、当たってんのか、当たってねえよな。オッケー、一体倒したぞ。クソ、仲間の被害が甚大ですわ。当たってる、当たってるぜ。オッケー、全部倒しました。これ難しいな。インディアナ2は負傷者をなんちゃら搬送。2階上がっていく。ジュノーセブンの部隊と合流せよ。了解。分からんけど了解。誰よジュノーセブンって。ハンドグレネードが欲しいんだけど。アーモーリチャージか。武器も近いとこ。まあ、ショットガン使うかもね。ショットガンやっぱりね、硬い的にはショットガンがとてもよく効きますね。こっちでいいのかな？多分合ってるでしょ。またいるよ。ローラーを排除。あ、ローラーならいけるわ。あ、待って、壊されちゃった。壁が。壁がよ、危ねえ。グレネードないのか、グレネードは。まだ死んでなかった。行って、こいつ壁壊してくんだよな。あ、でもね、こいつはだいぶ柔らかい。ショットガンでいけるわ。いって。やめろ。やめるんじゃ。オッケーか。味方が多数負傷。申し訳ねえ。申し訳ねえな。まだいんのか？いないよね。なんか嫌な音が聞こえたけど。いるのか、いるんですか。シーフォンを設置して、ちょっと見えない、ちょっと勘弁してくれ。これで最後だよ。聞けー。どこに何がいる、そこ何がいんの、お前か。C4 爆発するんじゃないの、大丈夫なの。当たんねえ、マジで。やべ、速攻でマガジン使い切るんだけど。オッケー。近くにエレベーターホールがあります。なんかアイテムない。カイル・マリガンの居場所はまだわかりませんが、これアイテムじゃねえのかよ。はまだ上の階を目指しています。エレベーターで先を急ぎましょう。エレベーターなんで使えるんですか、この状況で。ハンドグレネードが欲しいな。聞けー。このエレベーターかな。動いてる。エレベーターよく動くな。リチャージしておこう。なんだよ、今度は。何？ちょっとね、3D 酔い気味なんですけど。あ、着いた。出ました。エレベーターはもう使えませんね。使えねえのかよ。近くのフロアで激しい光線が起きているようですが。この人たちは？みんな RK47。どっちのアサルトライフルの方が強いんだろうな。これは一旦中断するべきかな。この辺で。ツイステッド、補給しました。彼らは時空に救うウイルス、増殖本能しかない偽物の生命。彼らは時空を果て、未来から来た可能性もあります。未来から来た。いや、これってさ、実は今ツイステッドは単一系統ではないという仮説を立てています。単一系統ではない。例えば恐竜と同時代に栄えた翼竜や魚竜は、分類学的には恐竜ではありません。すごい専門的な話が始まったぞ。古い時代に枝分かれした違う系統の生物、祖先が違う別
別々のグループです。いずれは知性のある新種さえ発見されるかもしれません。ツインステッドの知性がない、まあ、アヤさんさえ研究できればそれでいいのですが前田はどうやってこの状況を見てるんだろう。あの C なんだっけ、最初にいた組織なんていう名前でしたっけ、 CRI だっけ、あれほどのなんか設備があるんですかね。どうなんだろうか。新しい武器が購入、ああハンドガンか、ハンドガンってどうなんだろうな。うん、おショットガン、新しいショットガンですって。強いのかな、まあ、結構強くない。近接用武器、とても OD キルしやすい、望ましい。 BP すごい溜まってるんで買ってこう。でカスタマイズ、ね、これはどっちがいいんだ。ロングバレルの方がやっぱりいいのかな。今まで使ってたショットガンはね、結局ロングバレルをね使用してます。ほんでキャパシティも増やす、パターン数が増やせる、ありがてえ。20発、あれ今のショットガンって何発あったっけ。でパワーインパクト、弾丸はどっちかなんだな。通常弾、 OD キル誘発用に加工されたこっち側ですね。B インパクトのねステータスがとても高くなりました。これで最大かな改造は。で結局どっちの方が強いのかな。B パワーか B インパクト、まあまあ今新しく手に入れた方使っていこうかな。ちょっとねこの W パワーとか B パワーとかっていうのが何のステータスなのかがわかんないんだけど、新しいショットガン使っていこう。弾数もね多い、では戦いやすくなったんじゃないでしょうか。じゃあこんなところで一旦ね、ちょっとね酔い気味、 3D 酔い気味なので一旦ね今回はここで終わりにしたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。